花原ふるさと産業まつりが開催されるにあたり、市議会を代表いたしまして、一言お祝いを申し上げます。多くの皆様のご参加のもと、島原ふるさと産業まつりがこのように盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。この産業まつりは毎回新しい催し物を企画され、内容も充実しております。実行委員会の方々をはじめ、関係皆様方のご尽力に敬意を表する次第でございます。皆様ご承知の通り、島の地域は豊かな農畜水産物並びに商工物産品の宝庫でございます。今年も会場いっぱいに趣向を凝らした多くの店舗が出展されており、こうした市民挙げての盛り上がりが今産品の販路拡大や地産地消の推進、ひいては本市の産業の活性化につながるものと期待いたしております。市議会といたしましても、地元の魅力ある食材を積極的に PR してまいりたいと存じております。今後とも皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。また明日日曜日には本市と共済都市であります大分県豊後高田市のそばの販売もあるようでございます。さらにサブアリーナにおきましては、健康島原福祉祭りも同時開催されるようでございます。皆様には明日の日ご来場いただきまして、今日明日2日間にわたり楽しんでいただければと存じております。結びにあたり、島原ふるさと産業まつりのご盛会とご来場の皆様方のご健勝ご多幸を記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。平成30年11月24日、島原市議会議長本田秀樹。